記憶がバラバラになっている。だが我々の現実を守るため戦士たちを呼び集めたのだ。この奇妙な地の遥か上空、そこで奴を迎え撃つのだ。ギャラクタスだ。世界を貪る者、我々は自分が何者なのかを忘れてはならない。そう、アイアンマン、ミスティック、ドクター・ドゥーム、シー・ハルク、ウルヴァリン、そして私はグルート。そうだ、最大の戦いがここで今始まる。共にこの地を探索し、力を取り戻し、記憶を蘇らせる。戦おう。共にギャラクタスを倒し、全ての現実を救うのだ。そして辻亮太ということで、フォートナイトシーズン4が開幕しました。どん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 。正確に言うとシーズン4、先週からもうすでに開幕してました。どんどんどん出遅れたぜ、1週間も。島はそんなに変わってないのかな。ハテナマークの場所があるのは、これは昨シーズン解放してないっていうことなのかな、うん、あれ、なんか変なのができた。なんだこれ、フィッシング。マーカーが変わったんでね、ボタンがね。とりあえず行ってみよう。いや、ご無沙汰だよ。3週間ちょいぶりですよ。いやね、まさかね、新しいシーズン開幕してると思わなかったんですよ。だってさ、その3週間ちょい前、大きなアップデートがあったじゃないですか。ジョイライドっていうね、乗り物が解禁されるっていうね、かなり大きいアップデートだったんで、短いスパンでさ、しかも新しいシーズンが始まるなんてさ、思わなかったわけで、びっくりしています。マーベルっていうとね、以前アベンジャーズの新作に合わせて特殊モードみたいなのはねあったよね。でも通常のこの世界なんでしょ、反映されてるのはマーベルの要素が。まあ、ちょっと遊んでみてから判断しよう。全く想像がつかない。青いぞ。シャキーン。やった。できねえ。遊んでる場合か。あれ、なんか久しぶりに感じるこの普通のポンピー、なんでだろう。いろいろ持ってんだね、プヌシ。まだ妹のやり方分かってない。なんか昨シーズン変わったんだよね、出し方が。こんな感じ。
で、ストームはこんな感じね、OK。エモートのやり方も変わったし、マーカーの打ち方も変わったんですよね。まだやっぱり昔のやり方が染みついちゃってて。マーベルに関して言うとね、僕ね、全然詳しくないんですよ。映画はね、もちろん好きなんでね、映画全般がね。アベンジャーズの一作目は、見てます。そのぐらいですよ、知識は。あとは、個々のね、アイアンマンの個々の映画、ワン、ツー、スリーだったり、あのマイティー・ソーの個々の映画、キャプテン・アメリカとかも見てますけど。なんか反動がでかくなったね、ピストル。ピストル好きとしては感じますよ、違いを。勘違いだったらごめんね。違いは違いでも、あと気づいたらコントローラーの持ち方がパワープロの持ち方になってる、私。ちょっと特殊な、そのせいかな、無意識にパワープロ持ちになってしまってた。違う、これやろうと思ったんじゃない、ごめんよ、 GG を出したいだったんだよ。あれじゃただのさ、やってやったみたいな子供みたいじゃないか。スモールフィッシュ食えるの、なんか撃たれてるな、フヌシ。これは食えるだろ。で、チャージのやり方忘れてる。長押しだっけ。登れてない。ごめん、これチャージショットガンじゃなかった、普通のだった。これなんだい？ん？ファイヤートラップ。知らねえものが。使いてえ。ファイヤートラップ。待ってました。アサルト。あれ？あれ？死んだ？サメにやられたの？ひょっとして。ひょっとしてやられちゃった系？シャーク。こんばんは。なんとなんと、新しいシーズンが始まっちゃっていた配信です。よろしくお願いします。もうね、この MCU って言うんでしたっけ、マーベルコミックスのこのユニバースにお詳しい方の知識をお借りしたい。今回はマーベルだから。すげえタフだね、坊や。もうね、内容はね、ちょっと今回初回プレイなんでね、わかんないんですけど、前はあったじゃないですか、映画の公開に合わせて。でもその時はモードのね、追加だったんですよ。今回はどうもね、通常の世界っぽいんだよね、
まだ何とも言えないんですけど、普段からマーベルみたいなさ印象があります、告知を見ると。だからこれまで組織があったじゃないですか、スパイみたいなね、あのスパイ軍団の立ち位置にマーベルのキャラクターが来てるんじゃないのかななんて、そんな予想です。ただ私マーベル全く詳しくないから、個々の映画は見させてもらってはいるんですけど、当時ね。ウブ主はね、映画の前からマイティーソーは好きでした。きっかけはね、ベビーシッターのアドベンチャー映画があったんですよ。1986年ぐらいかな。で、そのベビーシッターをすることになった主人公が受け持った子供たちの中に一人女の子がさ、コミックス好きでさ、アメコミ好きで、普段からマイティーソーの格好をしてるんですよ。それきっかけですね。だからアベンジャーズは見てるんですけど、やっぱそう応援しちゃうね。GG 系がないのか、これじゃ煽ってるみたいじゃん。 2+2 は4だぜ。2+2 は4だぜってよくわかんないよね。カレーはうまいと変わんないじゃね、それなんかカレーはうまい、チャージショットガン、やっぱチャージの方がいいのかな。バナナは皮を剥くと美味しいとかさ、そういう感覚だよね。テレテテケテケテテテレテテケテケテ、イエーイ。で、新しい罠があんでね、これ貼っとくか、よくわかんないけど。よくわかんないけど よくわからないけどそして我がねじろうを作ったっていうのにはみ出てしまったぜ。で、これがなんだっけ、すごいな、スナイパー祭りだぜ、気をつけた。うわ、なんだあれは。これはきっとマーベル系をご存知の方だったら、うひょーってなってるやつじゃないの？これ。なんだっけ？イベントの時さ、サノスっていうキャラクターいたよね。合ってる？サノス。それと関係してる？これ。油断すんなよ、スナイパーあげるぞ。音は消えたとはいえ、むっつりスナイパーあげるぞ。あ、いいんですかい。なんとやりました、トラップで。これは喜んでいいでしょ。2枚刃足す2枚刃は4枚刃よ。じゃあちょっと見に行こうぜ。見に行く時間ある？
私のトラップはどうなっている？そこストーム来ちゃうかな。だったらしょうがない、ストームが来てしまいそうだ。コンバットショットガン、なんだっけコンバットショットガンって。ポンピーとは違うの？なんだっけ、なんか登場した記憶はあるんだけどな。結構武器の入れ替わり激しいからね、特に強いってなってしまったやつはすぐ削除されたり調整が入ったりするからね。あの小屋にさ、さっきの仕掛けてみようよ。その前に音がしちゃってる。今いた気がしたけどな。いるよね。あ、やばい、ハテナマークが出た。ハテナマークは違うやつだ。ちょっと待って、この段階でマローダーとかいるわけ？いたよね、今。ふんぬし見えたよ。魚あれ。ふんぬしね、よく間違えるんだよね。インフィニティストーン、あ、なんかあったね。スタート。これ何、チャージショットガンの金、金キラ金の金キラ金の。え、もしかしてタイマンじゃないの？もうみなさん残り1名です。見つけた、あれそうだと思う。いた、どこ行った？途中までいたんだけどね、見つけてたんだけどね。あの辺に隠れてそうだね。あ、そこ、あれ罠。罠ではなかった。あ、そこにいるのか。
あそこにいたよね。やっぱ知らねえアイテム使ってる。すげえ操作忘れてる。操作忘れてるな、危ぬし。相手がなんかさ、チャグチャグ的なもの持ってたらさ、負けちゃうからさ、行かないよな。どこにいるのかさっぱりわかんない。あそこか。ベルを鳴らす。ベル。美女と野獣のベル。ベル。これ野獣のモノマネ。ベル。ウフ主のね、100万あるレパートリーの一つ。ベル。もう一つあるよ。バイオハザードのバリーが
ジルを呼ぶとき、ジル。これ基本一緒ね。だからバディができる人は野獣もできます。ブギーボム懐かしいよね。これ一時さ弱体化されてすぐ解除されちゃってさ、逆にピンチになるっていうね。あとなんか範囲が広くてさ、自分も踊っちゃうみたいなさ。ちょっと久しぶりに使いましょう。リテールローなのに全然人がいないっていうね。おいおい、リテールローだぞここ。何の種？リテールローですぞここ、みんな大好き。ティルティッドタワーの前は一番人気だった街ですぞ。ティルティッドタワーで思い出しました。あのですね、私がこのフォートナイトの更新に全く気がつかなかった理由っていうのがありまして、大概更新されるとお知らせが飛んでくるんですよ、そのスイッチの本体にね。だから自動的にね更新されるんだけど、で自動的に更新されると目立つ位置にそのアプリのアイコンが来るんで分かるわけなんですけども、そうなってなかった。だから気がつかなかった。じゃあなぜそういう風にならなかったのか、自動的に更新されなかったのか、それはね、容量が足りなかったっていう、私のスイッチの本体のスイッチにはですね、内蔵の容量が入ってるんですよね、数ギガバイトで。私あのフォートナイト結構サーバーが混み合ってた時期に始めてたんで、必ずさ、ティルティッドタワーなんかに行くともう必ずですよ、たまにじゃなくて必ずラグが発生するんだよね。ラグが発生したり、あのグラフィックの描画が間に合ってなかったりね、だから固まっちゃうとかね、そんなのがよくあったでしょ、その昔ね。今本当にそんな時代があったのっていうのを忘れてしまうぐらいスムーズじゃないですかね。でそれ少しでもね改善しようと、ゲームは基本 SD カードに入れてるんですけど、フォートナイトを内蔵メモリーの方に移したんですよ。だ内蔵本体メモリーから読み込むので早いでしょ。それでだいぶ改善されたんですね。で現在に至る。でこれまではそれで何の問題もなかったんですけど、今回の更新容量がべらぼうにでけえっていうね、容量がべらぼうにでかかった、べらぼうマンでした。ちょっと遊ぶだけでずいぶんダメージを負ったな、ウプ主。そのフォートナイトが十何ギガあるんですよ。フォートナイトが十何ギガあってね、で更新データはその十何ギガを上書きすることなく付け足した上で、ダウンロードした上で上書きするっていうプロセスを取るので、だから合計その元あるフォートナイトの容量プラス新しい更新データ、それがスイッチの内蔵の容量を超えてしまっていたっていう。
驚きでしょ。だからね、困ったなと思ってさ、気がついた時困ったなと思ったんですよ。どうしよう。一番早いのはさ、フォートナイトの内蔵の方に入ってるやつを消すっていうね。でもちょっと怖いじゃんそれ。微妙に足んないんですよ、微妙に。だ、内臓の方にどんなものがね、フォートナイト以外に入ってんのかなってチェックしまして、ん？危ない危ない。やっぱホタルがあるとああいうことするからね。チェックしまして、そしたらフォートナイトが12ギガぐらい取ってたでしょ。で、あ、ちなみに30ギガぐらいあるんだけど、あのシステム容量で9ギガか5ギガぐらい取ってんだよね9ってことないか、5ギガぐらい取ってんだよね。だから32あるっても使えるの25ぐらいしかないんだよね。見えてない、ちょっとも見えてない。あのスイッチのファミコンとスーパーファミコン、それが内蔵の方に入ってたんですよ。それがね、300メガバイトとかね、小さいんですけど、塵も積もればと思ってさ、そういうのも消しましてようやくギリ確保できたんですよ、そのフォートナイトの今入ってるやつと更新データ。どこ行った？うさぎちゃん、うさぎちゃんどこ行っちゃった？うさぎ？うさぎちゃん？お団子頭？うさぎ？さなぎ？どこ行っちゃった？消えた。まるでボクサーの減量。これ難しいんだよね、位置が。どっちがいいんだろうか。ん？音が、声が遅れて聞こえるよ。母さん、声が遅れて聞こえるよ。母さん、声が遅れて聞こえるよ。何回引っ張るんだよ、苦しい。母さん、声が遅れて聞こえるよ。僕にもできるんだ。一刻なんちゃらだけじゃないんだ。僕にだってできる。母さん、声が遅れて聞こえるよ。母さん僕にもできるんだ。声が遅れて聞こえるんだ。母さん、母さん、声が遅れて聞こえるよ。僕にもできるんだ。言っただろう。母さん、声が遅れて聞こえるんだ。母さん。誰だよって話なんです。そもそも何のモチーフを言ってるんだ、お主よっていうね。母さん。これた確かさ、反動がすごいんじゃなかったっけ。音がさ、あれじゃない、バレットが違う。マガジンサイド25ね。でこれサイレンサー、サプレッサーついちゃってるからね。マガジンサイド30、うん。でもすごい鋭い音したよね。タンタンタンって。っていうか、今更あんなさ、詳細が出るようになったんですね。前なかったよね。もう一回見てみよう。ほら
リロード時間 DPS だけだったよね。そのダメージなんか出てなかったよ。マガジンサイズもあのアイコンにはなってたよ。で、あ、スモールバレットだとかさ、そうやって判断してたんだけど。ジョイライドの宣伝かな。崖の上の辻。あれ違う、あれは邪魔しちゃいけない。ユーザーフレンドリー、スーパー進化してますよね。メガ進化。今足りてないもの、まあ、建築用の素材が足りてないね。あとはまあこれはいいとして、この辺だね。中距離せめて青が欲しいな。微妙だけど差は、でもその微妙な差が勝敗を分けるのさ。あれこれはひょっとしてウプ主の好きなやつじゃない？イエーイ。派手派手、どうした？派手だぞ。そんなにここのすごいの大騒ぎするほど。あの音が他の対戦相手にも聞こえてたら笑えるね。でてててててててーとか言ってなんだあれ、飛び散ってるぞ。いらねえってか。君がいらねえって言ったものを私が拾ってくよ。お母さんの付き添いで連れて行かれたちっちゃなお子ちゃんがパチンコパーラーの床に落ちてるパチンコ玉を、スタークインダストリー製エネルギーライフル。スタークインダストリーは知ってるよ。トニーでしょ？トニー？腹ペコで力が出ねえや、トニー。そんな時はフロスティーだよ。スタークインダストリー製。バーゲンセールでもやったよ。ウプ主狙ってんのそれ。ピョーンピョーン当たるかな、ピョーンピョーン当てられるかな。母さん僕にもできるんだピョーンピョーン。やべ、持ってるな、なんか特殊武器を。それもトニー製ですか。なんか飛び散ってる。飛び散りキャンプですね、ここ。あれ、あれか、チーミングしてんじゃないよね。だって おかしくない距離が。この二人、あ、戦ってる。あ、マローダーと戦ってる。マローダーが何、アイテムを取りに来たの。わけのわかんないことが起きてます。あ、そこにいるなやつ。オプ主狙ってるね、絶対。オプ主、ほら、
ゴリ押し、ゴリ押しマンじゃないか。いるよね、4連式でゴリ押す人とかさ。ウブヨシも弾切れちまえ。切れちまえよ弾、お前弾切れちまえよ。まさかアイアンマンそのもの。ちょっと待って、びっくりマーク出てるよ。あれは何なの、クローンウォーズ始まっちゃった。ボバフェット、ジャンゴフェット的な。やばいな、クローンウォーズ始まってるな。いっぱい飛び散ってんな。絶対いいものあるでしょ。いかねえけどな。スターク製、スターク製。あと2人。おお、いつの間にあと2人。あれはキノコ？マッシュルーム？久しぶり。昔ながらのジョイ。ソーダくん、今日はどうなさったの？先生、先生、突然どうしたんですか先生、突然。ソーダくんがさっきジョイの私を呼んだでしょ。はい、つまらない、つまらな、つまらな、つまらない。とてもつまらない。毎回ハツナがいるね。あなたの商売に必ずいます。狭くない？やばい、スターク性弱え。嘘嘘、弱いんじゃない、ブネシが弱かったんだ。参りました。惜しかったね。さっきあれかな、丘上からウプ主を撃ってたやつかな、あの技。あれはなんだ、あの屋敷はなんだ。マーベルに詳しい方、あれ絶対誰かなんでしょ、これ、これ、この屋敷。表札あったりしない？やばい。なんかヒホヒホ言ってる。え、そういう街全体がそういう系？どっかにさ、変装グッズないのじゃ。ワープ。うわ、中古。やべ、中古だ、ワープ。自分、あ、開けねえ、開かねえの。うわ、中古。そういえば、タクティカルショットガン。ショットガン見てないな、ウプ主のアイキー。なんかスターウォーズのキャラみたいなさ、声に聞こえない？ジュバタクジュババカボババ。ジャバザハットのさ、あの酒場にいそうださ、ジュバフクババ。ハンソロとさ、交渉してたあいつみたいにさ、マックランキーぶっ壊す。違う、
ドクター・ドゥームのカードキー。Who's Dr. Doom? あ、置いちゃった。ドクター・ドゥームのカードキー。で、で、で。そっち、そっち、そっち行けばいいの。途中、途中、たわけが出てくるんだろ?2000メートルになって、え、いや、びっくりした。2000メーターって見えた、一瞬分の死に。そこ。あ、やべ。たわけがいる。たわけがいるぜ。ライトマシンガン知らねえな。たわけ屋さん。なんか音がいちいち鳴るんですけど。でーん。うぶ主さん、あれどこ行っちゃった?大事なやつ。一番大事なやつどこ行っちゃった?これか。でだ。これを二刀流にしてたわけ?あ、これは無料?あ、こ、あ、ああ、ああ、やべえな。ああ、やべえな。やべえな。あ、こ、バットマンごっこさせてくれよ。うげえ。うげえ。わあ。マコト is falling to the dark side of the force。作品が違う。
ダークサイド誠。ヘロー、あ、ダークサイド誠。ダークサイドのパワー偉大。作品が違いますよ、ウブヌシさん。で、言いかけてた気がするんですが、私の愛機が何？ハンドガンですって？好きだよ、ハンドガン。いや、こっちだな。接近戦はね、大丈夫。あれがあるから、だからもう正直捨てていい。なんかどっかにシールドがあったらショットガンで変えちゃおう、うん、罠はない。なんだい？車の広告があるね。でさ、マーベルにお詳しい方、これは一体誰の力なの？ドクター・ドゥームで正しいのかな？表記の通り、ドクター・ドゥームっていうのはどのぐらい強いんでしょうか？前にあのアベンジャーズイベントに登場したサノスとはどういう関係で、どっちが強いんでしょう？普段ウブヌシはあの質問じゃない質問をよく言うんだけど、これはねマジ質問。ウブヌシが多いのはあの一番多いのはあの質問じゃない質問ね。なんて〇〇なんだ的な意味合いのね。でもこれはマジ質問、気になるね。
まこと。フォースヒーリング。タンタンテキディンテンテテキディ。落ちねえのかまた。冷静邪魔してくる、そこ邪魔する、ソイドさ放置してよ、楽しんでんだから。ダメだよ、真面目にスナイプしちゃう。スーパースキー作ってたよ、それはあえてここまでやったら、ここまで派手にやったら誰もさ、そこ邪魔してこないと思うじゃない。何、しっかり頭狙った。しっかり殺しに来た。あれあれ、どうしちゃった、ここもともと水没してたのかな、雰囲気で言うとスプリングフィールドみたいになってるよ。コメントサンキュー、勝つよ。あ、入れなかった。勝つよ、なんか元気だもん、突如すげえ元気になってきた。武器がないっていう致命的なことが起きてるけど。あった、やったよーし、もう武器がなかっただの、へったくれ言えないよ、ウブ主。武器手に入れたからね、ウブ主の愛機ピストル。熱、これをこう叩きながらね、熱を確認するっていうね、このマルチタスク時代。ウブ主さっきさ、37.4 熱あったんですよ、測って。で急になんか元気になってきたから、きっと体感 7.4 が 6.8 ぐらいまで下がってるだろうな、なんてね、自分なりにね思ったんですけどね。今結果出ました、 37.3 でした。でも言わせて、下がってたでしょ。言ったほどのレンジは下がってなかったけど、予想してたレンジほど下がっていませんでしたが、下がっていたっていう、そのね、最も筆者が最も伝えたかったこと、国語の授業ね、筆者が最も伝えたかったことは、下がって元気になったってことだから、その具体的なね、緻密な数字のこと言ってたわけじゃないな。ダブルダーリン、ダーリンダーリン、スタンドバイミー、テテテーン、 Thank you。 でも元気でしょ、そう思わない、さっきそのここ直近の試合と比べてだよ、元気になったと思わない、随分と。順位とか関係なくね、順位がさ、3位でもさ、元気じゃなかった時あったよ、正直。つい数分前の話だけど、あっちいな、体があっちいな、しびれるなみたいなさ。
今すごい元気だよ。元気すぎてさコメントサンキュー。どうしよう、こっから出てくるよ、こっから出てくるよ。出てくるよ、こっから。違うか、どこで。ちょっとちょっと耳がバカになるからやめてくれよどこでやってんだよに耳がバカになりそうだよ。死んだのは分かったけどさ、まだいんの、まだいるって。 Hey Dick、そっち系ね、そっち系のお方ね。欲しいだろ鉄分、鉄分欲しいだろ、鉄分欲しいだろ、鉄分。プルーンにいっぱい入ってるよ。プルーンなんて普段の日常生活で食うことないだろ。ミキプルーン、ブルーベリー、はい、若さ生活全部いただいてくぜ。ふひひさせん。普段絶対言わないことを、普段絶対言わないワードを言っていく。それぐらい今元気だから。どうも、ソードリーでございます。ソードリーの庭。元気すぎてさ、ちょっとひとっ風呂浴びたいんだよ、この人は。ひとっ風呂、この緑のね。緑のこの風呂浴びてんで、まさかここさ回復すんじゃね。やべ、回復の泉だ。あー最高、最高だよ。津村です。なお、この物語はフィクションでございます。登場する名称などはすべて架空のものでございます。なんだよなんだよ、ちま いるじゃん。ちまちまさやってた、焚き火してんの。焚き始め、焚き始め、あ、やべ、そういうのじゃなかった。あいつらね、すごいから、もうすごいよ。人間の何倍もね厳しいよ人間の何倍も厳しいから、だってストームがどっち向いてようがやってくるからね。人間はあの青いのはなんだ、青いブリック。ほら、おかげでさ、ちょっと食い気味にストームの味をさ楽しんでしまいそう。ミキプルーン、すごいな。外でさゴミ燃やしてるぞあいつら。燃焼系、燃焼系、そういうのじゃないって。シャキーン、サバイバー、アイマーサバイバー。いた、歌うとね出てくるっていうね。ディ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 。エモ落としながら取りに行こうかなと思ったら遅かった。あのベスパみたいなやつが希望だったんだけど、なんだか見つかんなかった。ん、いた、いるね、いるね。あれは人だね、
ウープン主のことにおそらく気がついてるね。気がついてるよね、あの感じ。わっちゃった。君じゃないんだよ。命拾いしたな。Thank you。 よし、いっぱい喋ると熱が出そう。オフだしね、多分ね、喋ってる方がね、気が紛れて熱が下がる気がしますよ。むしろ熱が出るってことは体がね、治療モードに入ってるっていうふうに僕は思うんですよ。喋ってる間、喋ってるとさ、なかなか治療モードにこう集中できないから体にとってどっちがいいのか分かんないけど熱が出るってことは体が戦い出してるってことでしょ。でも喋ってる間は体が戦おうとしてるのを阻止するわけだから熱が下がるわけよ。でも大きな地図で見たときに果たしてどっちが体にとっていいのかっていうそれぐらいフォートナイトが楽しい。そう、それが筆者が伝えたいこと、伝えたいことがあるんだ。やばい、すんげえ楽しくなってきちゃった。ほほ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 。子供の頃さ、調子に乗っていいよって言われたらね、まず真っ先にやろうと思うのはね、口のとこにさ、手のひらをさ立ててさ、で、あわわわわわみたいなああいう音を立てる。あわわわわわわって、大人になったからやらないでしょ。いる、あの丘の上に、丘の上、丘上にいる。気づいてないでしょ、ふんどしのこと。あれ、全部アイテム消えた。丘上にいるよ。どうする、丘上にいるってことはそういうね、やれ、そっち系だった。この話もしかしたらしてると思う、動画化されてるか分かんないけど、ある土曜日か日曜日の休みの日の朝、僕まだ小学校の頃、窓の外からすげえ音が聞こえんの。すごいしつこい低音のね、ふわふわみたいなさ。知り合いがふざけてんのかと思ったの。よくそういう声出してたから、普段からね、ふわふわとか言ってさ。だからこんなね、休日のね、学校のない日の朝、窓辺にまで来てさ、ふわふわとか言ってさ、言いに来たのかなと思ってさ、しつこいなと思って、いつか無視してれば消えるかなと思ってさ、でも消えねえの、ずっとふわふわとか言ってんの、なんなんだと思ってさ、いい加減にしろよって言いたくてさ、窓を開けたの。そしたら音が止まったの。隠れたのかななんて思ってさ、でまたベッドに戻ってさ、じーっと目つむってたらさ、またふわふわとか言ってんの。なんで戻ってきたと思ったらさ、まあ結論言うとね、結論言うとね、それね、ハトだったハトの鳴き声だった。ウブ主、ハトの鳴き声まで知らなかった頃の話です。この話をね、家族にしたんですよ。なんかね、外でね、丸々の声がしたんだよって。
第三者委員会。面白いね。面白いけど。面白いけど、どれを捨てるって話だ。マニュアル、マニュアルうちが好きなのかもね、船氏ね。オートマじゃなくて、こういう。おいおいおい、ウブ主の捨てた、盗んだやつが、盗っとげる、ウブ主の救急盗んだやつがいる。クソったれ。お前らにやんねえよ。じゃあ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 負けた負けた負けたのだこれも名前がついてるんだろうな、なんちゃら号みたいなそのなんちゃら号はさ、どっかに実はさ、あ、これなんちゃら号？このあの飛行機はさ、そのままどっかのさ空港に着陸してそこに置いてあるみたいなことはないの？今目で追ってます。ほら、ほらほら、止まった。そこ行ってみるか。ズデン。魔法のように消えたりするのかな、それか乗れないのかね。あの煙が出てるところ、227度正面。正式名称なんて言うんでしょうね。僕には亀に見えてしまった。ピエール・カトリーヌ、そんな名前なわけないよね。PL 号、 PL 号は乗れる。え、あ、ちょっと待って、一般人で殺されたの？一般人で殺されたの？一般人、こういう特技さ、協力しようよ、一般人。こういう時、ピッコロさんはさ、カカロットのこと殺さなかったよ。ラディッツ倒してから、次は貴様の番だ、ソンってさ、そういうテンションってのがあるじゃんか。なんでさ、同じ地球人倒す？冗談だからね。僕のキャラクターを知らないとこれ本気で言ってると思われちゃうからね。まあ、ジュニア、まあ、ジュニア、ジュニア。セルジュニアっていうのみたいな。セルジュニアさ、たくさん出された時にさ、ピッコロさんもさ、そっちがそう来るなら、俺もマジュニアジュニアを出してやる。はい、ということで、
チャプター2シーズン4開幕しております。早速楽しませていただきました。惜しいとこまで行ったけどね、でもまだまだだね、まだまだ、ちまちまね時間があるときに遊んで、今シーズン傘獲得しましょう。本当に楽しい一夜でした。また付き合いください。ありがとう。お疲れ様。